ジョジョの奇妙な冒険ストーン王者オラ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 氏え。この番組は荒木裕彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのラジオです。パーソナリティは空城ジョリン役ファイルーズアイ、ゲストに虹村奥康役高木渡さんを迎えてお届けしていきます。来てるよ。ちょっとこの番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。お送りします。ジョジョストラオラジオです。改めましてファイルズアイです。どうも平井義景役の森川俊之です。打ち合わせしましたよね全部台無しにする。何がですか。私近況のジョジョトークして、あ、近況があったの。その後それ入れるの。オッケーオッケー。その後セリフとともに皆さん聞いてください。これがね近況なんですよ。すごい愛ちゃんの近況がもうね取れたての近況があります。さあみんなで聞いてみましょう。どうぞ。全部台無しにされた挙句ハードルだけ上げられたんだけどもう何、あのまず何があったの。その前に、うん、聞いてる方のために自己紹介をしてください、うん、あ、そうなの。はい、だって自己紹介もうちょっと後だよこれ。いやだって入ってくんだもん先にそっか。はい、じゃあ、うん、本来だったらやっていただくはずだったセリフからお願いしようかな。ゲストはこの方が来てくれています。どうぞ。二度もおちょくんなよこの虹村奥康を。笑ってんじゃないですかセリフの途中で笑ってんじゃねえぜ第4部久しぶりだからさ。第4部の砕けないより。何年前よ今紹介したんです。 ありがとう、ダイヤモンドは砕けないより、うん、虹村奥康役の高木渡さんが来てくれました。どうもどうも。いやダイヤモンドは砕けないよね疲れたなんで始まったばっかりじゃないのあの打ち合わせもね、うん、本当にわんぱくでいらっしゃるから、そんな、うん、普段ならね30分もかかんない打ち合わせが45分もかかったりね。そんなにかかった。かかってましたよ小野大輔呼んでこないと。なんでですか。時を戻さないと。時止めるんですよ。止めるのか止めるんだ40分かかったまま止まっちゃうんだやだいやまあでもねそんなねあのところも素敵な魅力でございます。はい、じゃあ近況話していいですか、うん、今日何があったのよ。いや今日あの、うん、やっぱり第4部からゲストさんが来てくださるということで、うん、この岸辺露伴先生の T シャツを着てきたんですよ。そうそうそう、 そうで来る前にちょっとあのなんかおしゃれな個人経営のなんかアンティークっていうかレトロな雑貨売ってるショップがあって、ほうほう、そこに入ったんですよ、うん、であのお店のお姉さんその店主さんかな、うん、があのジョリーンみたいな髪型しててすごい可愛いなと思ってて、でお会計してる時に、ジョジョお好きなんですかって言われて、あ、そうなんですみたいな、あれ露伴先生お好きなんですねって言われて、あ、大好きなんですけど、でも本当はジョリーンが一番好きで、お姉さん今日ジョリーンみたいで素敵ですねって言ったら、いやお姉さんジョリーン好きそうですねっていうかジョジョに出てきそうって言われたから私ジョリーンの声をやらせてもらってるんですって言ったら、え、出てきそうと思ったら本当に出てたのって言われて嬉しかったっていう話です。それはもうその ね女性の店員さん、でもすごいびっくりされてました。いやびっくりするよ、だって本人が目の前にいるとは思わないでしょ、うん、誰だってそう、私あのラジオとかが好きで、あのいろんなラジオ聞いてるみたいなんですけど、うん、ストーン社のラジオがあることを知らなかったみたいなので、うん、ぜひ聞いてくださいって言ったら、聞きますって言ってくれたので、多分これも聞いてくれてるんじゃないかと。ここで繋がってるあのなんか糸が、あ、ストーンフリーみたいにね、うん、素晴らしい素晴らしい、いいこと言いますね、ありがとうございます。すごいね、うん、そんな巡り合いが。そうなんですよ、まあそんなね私事だったんですけれども、うん、高木さんはですねダイヤモンドは砕けないであのラジオ森尾町レーディオの出たんだね、出たんじゃじゃなくて森尾町レーディオフォーグレートの方では、うん、あの小野裕樹さんとパーソナリティを務められて、小野裕ね、ですよね、やってたよ。いやすごいですね、しかもあれですよ、うん、2016年7月だったので6年前です。6年前なの、ね、随分経つね。どうでした当時のラジオは。あ、今と変わんないね、あんまり。まあ小野裕がまあずっとこう進めてたからね、はい、俺はもう乗っかってるだけだったからなんか想像できますね。俺パーソナリティっていうよりもパートナリティって言ってたような。パートナリティね、
そしてあの渡るさんはあのラジオに自分が担当していないタイミングでメールを送られていたり、うん、そんなことするやついるか。いやあなたですよ。俺か。そうです、ね、仙台で行われた、うん、ビザールサマー2017 in S 市森尾町のイベントでは、うん、サプライズで登場されたこともあります。イベント行ったね。え、呼ばれてなかったのかあれ。いやいやいや、サプライズですから、もちろんね、もうスケジュールをねお忙しい中調整して来てくださってたんですよ。いやいや、覚えてます。いや多分ねあれね、うん、あの発表されてからね、うん、ちょっとスケジュール合わなくていけなかったんですよ、うんうんうん、だけどいけないままこう嫌だなと思って、ね、ずっと頭の中で気になってはいたの。そしたらもう急に行けるようになったんだけど、告知をしてないから。そうですよね。どうするって話になって、うん、じゃあもう行きたいって思ったら行くわっていう、うん、そんなノリの感じで行っちゃった。うわあ素敵。いやファンの方もすごい嬉しかったと思います。いや僕も嬉しかった、皆さんに会えて、うん、やっぱり奥安がいないとね。だからもう本当に大盛り上がりの様子がね、行ってない私でも伝わってきてすごくいいです ね。聞いたよ。はい、愛ちゃんのその4部の頃ってまだ声優になってなかったんだって。そうなんですよ。放送してた頃は私まだ声優じゃなくて。ちょっとみんなすごくないこれ。聞いた。ありがたい。それがあなた6年経って今主役ジョリン。おらら、すごい。こんな夢叶える人います？なんか自分のことなのに他人事のように感じられるって。自分のことよあなた。そうなんか渡るさんっていつもなんでユニークじゃないですか、うん、だけど結構前にあの、うん、ま、今別の作品でレギュラーを1年以上ずっとやらせてもらってるじゃないですか。なんか猫がいっぱい出てくるやつ、うん、そういうやつで俺工場長なんだよな。嬉しい。ジョジョですから、ね、で愛ちゃん使いっぱしりだろうね。静かにしてください、まあ、あのバディなんですよねここ2人でね、まあうん、そうだからあのアフレコも毎回一緒に撮るじゃないですか、うん、割と最初の頃に、まあ、仲良くなってきた段階で、うん、その渡さんの奥安本当に素晴らしいですと。でこうジョジョ愛を語ってる中でその私がジョジョきっかけでだったりで、あのストーンオーシャンのそう PV とかも見てくださって、そのすごくいいよってこう言ってくれたのがすごく励みになってたんですよ、うん、まだアニメ放送前だったので、うんうん、そう本当に私で大丈夫なのかなっていう、まだ反響とかもあんまりない時だったので、いろいろ不安になったりナーバスにしてたりしてたんですけど、その渡るさんの言葉ですごく励まされましたし、あのジョジョ以外のところでもこういう才能があるからもっと出していくべきだよとか、めちゃくちゃこう真面目に言ってくれるじゃないですか。めちゃめちゃ才能、いろんな才能あるじゃん多趣味で。 ありがたいですね。絵も上手いしさ、もうだから好きなことだからできたんですけど、まあ、だからジョジョ洋服も好きですし、ね、それもでもジョジョがきっかけです。なんかすごい多趣味で好きこそものの上手なれ。でもさ、ジョジョもそうだけどさ、うん、僕もそうだよ。なんか番組が始まる前って、うんうんうん、やっぱりこう放送されるまですごいナーバスになるっていうか、うんうんうん、果たして受け入れられるだろうか、この原作のあるものを。確かに、ね、うん、みんな頭の中でこうそれぞれの声で読んでるものが、うん、こう実体化するわけじゃない。そうですそうです、ね、それで言うとやっぱりもう奥安はもう天才です。いやーこれは本当たまたまあったんでしょうね。もう私渡るさん以外の奥安はもう再生できないんですよ。ちゃんと原作を読み込んでる感じが伝わってきて、うん、やっぱりその独特じゃないですかジョジョって、うんうん、そんな中でこうやっぱり表現で苦労されたとことかってありますか？いやだから本当に、うん、まあ、出会いと言っちゃ出会いなのかもしれないんだけど、うんうん、もうオーディションの頃から、うん、セリフの原稿を見て、はい、自然となんか自分の体から出たんだよね。あ、だからなんかキャラクターがなんかすごく僕の、まあ、性格というか、うんうんうん、ねぴったり合ってくれたっていうのは本当にこんな光栄なことなくってね、不良に定評がありますからね。どれも頭悪いからよもうなんかいろんなこと考えるの嫌なのよあそこが奥にそっくり、奥安にそっくりなんですね。 そのまんまやったらなんか受かってくれて、うわ素晴らしい。なんかもう奥安と高木渡さんという素晴らしい人間が出会ってくれたことに感謝しかないですよ。いやもう皆さんもねそうやって応援してくださるから、うん、本当にもうこの上ない喜びですけどね。本当に素晴らしいですよ。でも愛ちゃん愛ちゃんでさジョリーンやりながらさ、はい、自分の中でいっぱいこう
ジョジョを見てきたというこの蓄積、はい、溜まっているこのジョジョ愛がさ、はい、芝居に出てるからね。嬉しいです。最初はやっぱりでも苦戦しました。説得力だから最終的にはさ、よかったね。なんかそのやっぱりずっと見てきたから、普通のアニメだったら例えば何なのよこれはっていうセリフはこんなに張らないけれども、うんうん、ジョジョだったらこれだけ張るっていうのは自然にこう反射的に出せたので、うん、そこはやっぱりあのジョジョへの愛がなせたことなのかなとは、ね、あの自分で思ってますけれども。あ、なるべくしてなったね、ジョリーに。ありがたいです、本当に。素晴らしい、嬉しいです、ね、いやそんなね素晴らしいね、うん、奥安にね、うん、対する奥安と渡るさんに対するメールがたくさん届いておりますので。あら、そう、皆さんねなんかメールいただいたみたいで、はい、今日これ 何分やんのこれ。これは59分59秒まで、ギリギリ59分59秒までいけます。59分、一人でも結構45分とか喋っちゃうんで、皆さんともこう会話したいからメールもいっぱい読みたいしね。そうなんですよ、うん、だからちょっと紹介させていただきますね。今日はでしょ、全部読むまで帰らないでしょ。基本的、うん、あの厳選してくださったんですよ、うん、あの構成作家の長田さんが。大丈夫大丈夫愛ちゃん、うん、はい、もう全部俺に答えなくていいよ、もう自分のペースで。いやだってすごい紹介しようとしたらさっきから邪魔してくるの。いやまあね、しょっちゅうね、本当に愛ちゃん真面目だね。本当に人の良さが出てるわ。本当ですか、うん、いいよ、もう先進めて、サクサクと。俺のことほっといて、はい、うん、スタンド名さあ、ね、何かとうるさい。初めまして、愛ちゃん、高木さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。高木さんがゲストに来るということで人生で初めてメールを送りました。わお。鬱陶しいぞ。たくさん言いたいことがあって言いたいことが見つからないのですが、うん、私はとても高木さんが大好きなのです。あ、嬉しいね。ここ読んでください。どうした、この行、うまい。を聞いてから奥安を好きになり、高木さんのことも大好きになりました。ありがとうございます。お話がうまく面白い2人が揃うなんて夢なんじゃなかろうかとメールを書いている今も思っております。高木さんという奥安から見たジョリーンや高木さん個人が見る6部などたくさんお話が聞きたいです。ほう、うん、とのことです。いやもう今語っちゃったもんね。いやでもなんかキャラクターに対するあれとかはまだ。俺でもね、はい、ジョリーンに近いもの俺感じるんだよ。お、何がですか。男の人がさ、はい、2人あの、はい、行方不明になっちゃってさ、はいはいはい、それであのトラクター のタイヤの中に入っているディスクを見つける、あ、それ あの目的もあるんだけど、ね、うんうん、そうそう、であの行方不明になっちゃった2人をさ、うん、探すやメンバーとしてこう選出されたじゃん、はい、あ、そうですね、自分で手を挙げてさ、はい、それで探しに行った時に最初4人だったのに5人になっちゃったじゃん。その時にさ、誰が差し金っていうかさ、うん、1人ちょっと見つけろって言った時にさ、はい、あのジョリーンがさ、はい、めんどくさいから全員殴っちまえとかって言わなかった。そうそうそう。全員ぶっ飛ばしちまえみたいな。そう、さっぱり見当もつかないわって。そう、だから一人ずつぶちのめすって。俺レッドホットチリペッパーの回でさ、はい、スピードワゴン財団のさ、はいはい、なんか二人、おといしが片方なんですけど顔を知らないのでね、そう、奥安はで、うん、どっちが本物だとかなんとかって言った時にさ、うん、奥安がさ、めんどくせえ二人ともやっちまえみたいな感じで、うん、まああの場合はね最初にやった方がおといしアキラだったから、はい、本当はもう一人もやっちまおうと思ったんだよっていう、そういう性格がわかります。ジョリーンと似てると思った。そう、なんかどっちも不良だからこそなんか通じ合うものがあったのかな。本当、そう。ちなみにストーンオーシャン時点で、うん、おおよそ奥安とジョウスケは28歳ぐらいらしいです。あの時代で、あの時代だと。あ、28歳なんだ。そうなんですよ。あれから大人になったね。ねえ、どんな人になるんだろう。っていうかあれですか、あのストーンオーシャン見てくれてるんですか。アニメ見たよ。うわー、だってこのラジオに呼ばれるのにさ、はい、ちょっとぐらいよね。嬉しい。俺も勉強しないと。勉強って言っちゃいけないよね。何話まで見てくれたんですか。いやもう全部全部っていうかあれですよ、今の時点の放送してるやつ。うわー、12話まで、はいはい、嬉しい。いやもう次のね13話からが楽しみになったよね。いや嬉しいですし、そのお忙しい中もう不気味なチンプ、神父、あ、いやプッチ神父。チンプって何です。プッチ神父。そうです。
関智一がまた ねいいですよね。もういいね。なんかこう善人風の喋り方なのに、なんかなんだろう、どす黒さがこう伺えるような、なんかまがまがしさがありますよね。もうサベージガーデンはちょっとハラハラドキドキしたね、うん、嬉しい。めちゃくちゃ見込んでくれてるじゃないですか。いやいやいや、とんでもないですよ。です、面白くてずっと見ちゃった。よかった。なんかお気に入りのキャラとか気になるキャラいましたか？シゲチーかな。シゲチーは第4部ですねストーンオーシャンでストーンオーシャンでストーンオーシャンでそれはもうウェザーリポートでしょう。あー、かっこいいですよね。いや、寡黙でね。そうそう、なんかなんでできる男って感じですよ ね何も言わずに最後だって助けてくれたじゃんね。そうなんですよ。お互いね、あの助け合ってる関係なんですけれども、うん、その信頼関係がこう一気にこう気づかれていったじゃないですか、ね、そう、ジョリーにとっては最初不気味な人物だったし、うん、まあ、ウェザーリポートは考えが読めないのでジョリーのことをどう思ってたか分かんないんですけども、うん、やっぱ態度とかでジョリーのことを信頼してるっていうのが伝わってきて、うん、めっちゃかっこよかった。あ、なんかさ、ジョジョの世界ってさ、はい、こう初めて会う人とかでもさ、うん、本来だってちょっと疑わなきゃいけない人ばかりじゃない、うん、そうその中で命をかけてさ、うん、この人を信じようってそれでこう結婚していくシーンが結構あるじゃない、うん、ありますね。あの信じる力ってすごいよね。すごいですよね。だって裏切られるかもしれないんだよ。そう怖いですよね。普通ね、なんか生活しててね、他人をすぐ信用なんてできないじゃないですか、やっぱりすごいね、信じる力って。確かに、それ相手が信じてくれてるから自分も返そうってこう思えるのかもしれないですね。ストレートに思いをぶつけてるのがいいのかもしれないですね。そうですね、うん、私それで言うと、あの、うん、奥安、あの、まあ、西村兄弟が最初出てきた時って、うん、まあ、ジョースケと敵対してたじゃないですか、うんうん、で慶長が、うん、まあ、レッドホットチリペッパーに殺されてしまって、そうで結構昇進の奥安、うん、だけどちょっとしたら、よージョースケ学校行こうぜって言ってきててあれいいなってすごい、うん、奥安のそのさっぱりとした性格だったり、ジョースケに絆をしてもらったことで芽生えたその信頼関係とかね、うんうん、そうだね、いいです、ね、まあ、原作もそういうふうな展開になってるけど、うん、やっぱアニメーションになってもカラッとしたいなと思ったんだよね、うん、あれでいつまでもねぐじぐじやってるよりも、うん、本来の奥安ってこうなんだろうなっていう、うん、そう、うんうん、いいですよ ね俺あの後っていうか、あの慶長役をやった志村さんとさ、はい、アフレコをした後2人で、はい、慶長の献杯をしに一緒に飲みに行ったんだよ。あ、それなんかどこかで聞いたことある、有名な、そう、うんうん、素晴らしい、思い出深いよね。なんかあのその掛け合いで言うと、うん、慶長があの弓と矢を手放したくなくて葛藤してて、ジョースケが親父を殺すスタンド使いじゃなくて直すスタンド使い探すなら手伝ってあげるって言ったじゃないですか、うん、そしたら奥安がこう近づきながら、うん、もしかしたら親父も治るかもしれねえなって言いながら、うん、優しく諭すような言い方で近づいてた時のお芝居がめっちゃ好きです。嬉しい。奥安ってあんまり頭は良くないじゃないですか。そんな中で大切な兄とか家族のことを思って歩み寄ってるのがすごい伝わってきて、ね、すごい純粋なんですよね、言葉遣いとかが。すごいね、人間力みたいなね、うんうん、なんか言葉だとか知識だとか、うん、まあまあ大事だよそれも、うんうんうん、知識いっぱいあった方がいいけど、うんうん、でもやっぱり最終的には人間、うん、人間力みたいな ね、そういうのが大事なんだなって。そう、うん、だって奥安が死んじゃったかもしれないってなった時絶望しましたもんね。ああ最後ね。そう、でも生きててこう、うん、夢なんか見てんじゃねってなった時いやーってそう、ね、奥安ジョースケとの、ね、関係も良かったね、うん、そう、うん、私そのさっきもちょっとちらっと話してた音石くんがすごい大好きで、うんうん、だから今日あの冒頭のね、うん、セリフもね、あの奥安から音石くんへのあの二度も直線じゃねっていうのをチョイスさせていただいて。なるほどね。音石くんどう思いますか。音石くんは森久保祥太郎っていう風に感じちゃうんだよねなんかもう分かりますよ、こう喋り方とか、うん、なんて言うんだろうね。祥太郎もほらギターね、あー弾くしさ、そっかそっか、ぴったりだなっていう感じ本当に確かに敵ではあるけれども、なんか憎めないキャラですよね。そうね、可愛いですよね。いや嬉しいです、ありがとうですよ、なんかみんな、ね、本当に皆さんぴったりです、素晴らしいです。では次のメールいきます、うん、
スタンド名。俺ちゃんと答えたっけメールに。ザ・ハンドで削り取る変態系植物。ファイちゃんちゃファイちゃん高木さんこんにちはつこんにちはつつ奥安役の高木さんがゲストだと聞いて初メールを送らせていただきました。ゲスト発表を見た興奮冷めやらぬままこのメールを打ち込んでいます。ありがとうございます。高木さんはゲーム版からずっと奥安を演じられていますよね、はい、今年の9月に発売される ASBR もありますが、うん、彼とは一体何年ほどの付き合いになるのでしょうか。初めて見た時から奥安くんが大好きで大好きで仕方ないので今回高木さんがゲストだと聞いた時はものすごく嬉しかったです。お二人の熱いトーク楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。長い付き合いですよね。何年ぐらい、うん、うん、まあ、もうでもこれって1986年、うんうんうん、1986年に出たの。あ、連載の話、うん、びっくりしちゃった。今年で35周年。そうだよね。え、だから引き算できないやつ。その頃出た頃はだって、うん、あれもう生まれてない、はい、だよね。生まれてないんです、まだね、あ、そうだよね。そうなんですよ。だ俺はその時は20歳ぐらいだったけど、うん、でも最初は僕は、まあ、知らなくて、うんうんうん、なんかそのうち誰かが読んでるよみたいな話になった時に、うんうん、面白そうだなと思ったけど、うんうんうん、ちょっとなんか怖い感じがして、うんうん、なんとなく、まあ、劇画調っていうのもあって絵力が強いですからね。そうそうそう、絵力もあって、うんうん、で僕は読んでなかったのずっと、うんうんうん、だからオーディションきっかけで読んだぐらい。あ、そうだったんですか。そうだから僕の付き合いなんてまだ6年だって毎年ずっとジョジョに携わってないから、うん、あ、そっかそっか。ゲームからいくと2013年が最初らしいですよ。そうかそうか、じゃあ10年ぐらいになった。あ、すごいです。いや、だけど全然よ、もう本当にあのオーディションのためにちょっとこう読んだりとか、うんうん、あとはその放送していながらまたイベントに出る時とかにちょっと読み返しとこうかなとかって読んだりとか。だからもう愛ちゃんにはかなわないよ。いやいやいや、かなわないとか、まあね、愛はそういう測れるものじゃないですから。そ, う、ね、そうそうそう、うん、素晴らしいですし、そのぐらいですよ僕は、うん、なんかその渡辺さんが奥安っていうキャラクターに真面目になんて真摯にこう寄り添ってくれてることがやっぱファンとしては嬉しいので、もうそれだけでも本当に俺の心は救われるってなりました。あら、嬉しい。それでなんかこう元気出る人がいるっていうのは嬉しいよ僕たち。いや本当にやっぱりアニメ見てて、うん、奥安出てくるやっぱ笑顔になっちゃいますからね。ユニークですし、原作で読んでたのはやっぱり文字とキャラクターの表情が、うん、あの、まあ、情報として入ってきたんですけど、音がついた時どうなるのかなっていうのは、うんうん、アニメ見て初めて感じられる素晴らしさなので、そうそう、うん、本当になんかもう演じてくださってありがとうございます。なんか元気が出ましたとかさ、うんうん、明日からまたね、うんうん、あの楽しみになりましたとか言われると、はい、本当この仕事しててよかったなと思うよね。わかります。素晴らしい。そうでありたいな。ちなみに初めて第4部をこう読まれた時のなんか感想ってどうでした、うんうん、もう4部もう読んでた時はどん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 もう深く読むというか、もう吉良義景が出てきてさ、はい、で最後のあのなんだっけ、また俺名前が出てこないんだけど、何ですか何ですか、あのいろいろなバイチャーダストとかさ、早押しみたいに言ってなんかいろんなさ、なんかありながら時間が巻き戻ったりとかさ、うん、あの最後の方なんか、うんうん、もう頭の中なんかちょっとこんがらがりながらさ、うんうんうん、もうでもなんだかのめり込んでいくっていうの、うんうんうん、こんがらがりながらもどういう風なもう中身を知りたくてのめり込んでいく感じに読んでて、うんうんうん、だからオーディション前はずっと大変だったよ、もうグワッハッハって読んでた時。素晴らしい、嬉しい、うん、なんかそうやって目が離せないのも絵力からもあるんですけれども、ね、こんな発想どこからみたいな、すごい発想とその伏線の張り方とか。そうなんですよ、ね、ではでは次のメール読ませていただきます。あれ、スタンド名クレイジーピッツァ。うわ、ファイちゃん、高木渡さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ストーンオーシャンのアニメ化がきっかけで去年初めてジョジョを視聴しました。ありがとうございます、うん、ちょうどダイヤモンドは砕けないの再放送をしていたため、うん、4部から見始めたのですが、うん、ストーリー、キャラクターともに魅力的で、最終回を迎える頃には見事にジョジョの虜になっていました。素晴らしい。特にアニメで初めて虹村兄弟のエピソードを見た時は感動と悲しさで、トラサルディでミネラルウォーターを飲んだ奥安の
ように涙が溢れて止まりませんでした。そこでお二人に質問なのですが、うん、ダイヤモンドは砕けないでお気に入りのエピソードを教えてくださいとのことです。お気に入りのエピソードありすぎる、ね、なんかさ、そのキャラクターによってみんなカラーが違うじゃない。そうなんですよ。だからすごく選ぶのにね、困っちゃう。みんなそれぞれいいから。そう、まあ俺的に言ったらやっぱりあれでしょ、うん、トニオでしょ。ああですよね、やっぱりあれ最高でした、うん、本当にトニオ、うん、トラサルディ、うん、本当に良かったです。パールジャム、そうです、さっき教えたやつだ、うん、パールジャム、美味しくなっちゃうやつ。美味しくなっちゃうやつじゃない。美味しいのはトニオさんの料理の腕でその人の体の不調とかを直してくれるのがパールジャム。そうなの。もうしらじらしい。さっき美味しくなっちゃうってやつじゃないの。さっき散々教えたのに。だから45分も打ち合わせ時間がかかったのに。やっぱりね、トラサルディのお店、うん、なんつったっけ、ほら、はい、あのトニオトラサルディのお店、トラサルディですよ。もうツッコミ待ちみたいな顔してニヤニヤしながら今言ってたし、絶対知ってたでしょ。なんで愛ちゃんは何なのよ。私はなんかあの、うん、アニメ的な表現でやっぱりすごいなと思ったのはシンデレラっていうあのエステの回あるじゃないですか、うんうん、あの回でユカ子が結構ねブチギレたりなんだりするんですけれども、アニメ的な表現でこうアルフォンス・ミシャっていう画家がいるんですけども、うんうん、そのミシャの絵画風にこうなんだろう、ステンドグラスのような背景だったり髪の毛の束感だったりがアニメで描かれてたんですよ、うんうん、それがもう美しすぎて、なんかもうアニメーションなんですけれども絵画が動いてるような素晴らしさがあって、あれはなんかもう何回も止めてじっくりとあの1フレームずつ見たい作品でした ね、あの回は。さすが愛ちゃん視点だね。あれ大好きなんですよ。映画またできるから。あ、まあね、できるというか、まあ、好きなのでミュシャがもともとだから。そう、私の個人的な意見なんですけれども、その第4部の漫画をこう読んでると、うん、あのレイミお姉ちゃんの髪の毛の描き方がすごく、うん、あのアルフォンスミシャ的な束感なんですよ。だからその荒木先生ももしかしたら影響を受けてるのかもしれないなって個人的に思ったので。でもあるんじゃない。だからアニメでああいう表現があったのかなとかちょっと勝手に思っちゃったりはしてるんですけど。そうやって読んでる、うん、見てる人いっぱいいるよね。かもしれないですね。いや、まあ、俺はね、うん、そういうところは素人だから、うん、もうとにかく美しい。そう、もう見ててうっとり、うん、うっとりしちゃう。美しいっていうのは、お年明けみたいにね、うっとりってなっちゃいますよね。どうしたんですか、ね、ちょっとなんで。なんで。言ってたんですよ。そうね。そうなんです。だからそこがすごい好きだし、あと、うん、なんか涙なしで見れないのがその全部の戦いが。そんな泣かないでよ。泣いてない、まだ思い出し泣きしそうではありますけど、うん、キラ・ヨシカゲが、うん、あの、まあ、倒されてしまって、でもその川尻耕作の正体がキラ・ヨシカゲって知らない忍さんは、パパが、うん、帰ってくるまで私はご飯食べないから早く先に食べてなさいって言って、僕もママと一緒にパパを待つよって泣きながら言った時が、もうわかる。あそこいいですよ ね、 いいよね、切なくて。切ない、ね、あそこ大好きです。すごいね、漫画家さんって。ねえ、よく思いつきますよ、ね、なんでこんなにヒューマンドラマ描けるんだろう。ねえ、ちなみにキラ・ヨシカゲについてはどうですか。森川に見えちゃうんだよね。演じられたね、森川。あんなサイコパスなんですか。まだお会いしたことないんですけど。森川、まあいいやつだけどね。まあキラもね、あの一見ね、いいやつなんです。そう、だってキラなんて一番かわいそうじゃない。だってもう静かに暮らしてたかったのにさ、うん、そうなんですよ。ちょっと手が欲しかった。一番かわいそうじゃないよね。私ちょっと木が擁護派なんで、ちょっとまあでも、まあちょっとあれだけ殺人をしてるとか ね、まあ、確かにね、あのそういう履歴は良くないけど。そうなんです。基本的には目立ちたくないわけでしょ。そうそう、発作なんですよあれは。そう、もうだって衝動だから。私たちが梅干しの画像を見た時に口の中によだれが溜まっちゃうじゃないですか、うん、あれと一緒なんですよ。あれを自分でコントロールできない、自分で自分の爪が伸びるのを止められる人間はいないじゃないですか、ね、それと一緒なんですよ。いやまあでもいけませんよやっぱり、うん、まあ確かに、ね、殺人はいけないですね。殺人はいけませんよね、うん、よかったです。なんか木が吉影についてのお話が聞けて、うんうん、よかった。いやスタンド面
ほげ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 ちょっとファイちゃん、わたるさん、こんにちは。こんにちは。今回のオラオラジオ S のゲストが高木わたるさんとのことで、ながら勢いで書いてます、わたるさんの奥安のハマりっぷりが最高で、本当に本当に大好きです。グレートですよこいつは。ありがとうございます、ダイヤモンドは砕けないではトニオ会が大好きなのですが、トニオさんのうんまい料理を食べられるならどの料理が食べたいですか。私はエビが好きなのでアクアパッツァが食べたいですとのことです。ちょっとトニオさん関連なので続けて読ませていただきますね。スタンド名みかげ。ファイちゃん、ゲストの高木さん、こんにちは。こんにちは。オラオラジオ S 楽しく何度も繰り返し聞かせていただいております、私の推し部の一つでもある4部の中でジョースケと並ぶほど最推し、奥安役の高木さんがゲスト、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。我が家のリビングでアニメのイタリア料理を食べに行こうの回を頻繁に見ているおかげか、母がことあるごとに奥安の声真似をしてくるのですが、その声真似の時のセリフは決まって学校行こうぜなんでばっかりですしかもジョースケに向かってではなく、ジョータロウくん学校行こうぜとまさかのジョータロウに向かってのセリフを勝手に声真似で言ってくるのです。かわいい、以前2部のアニメのエシディス戦をリビングで見ていた時に、ジョジョ暗い怖いと言っていた母が奥安というキャラクターには声真似するほどハマっているようです。西村奥安というちょっぴりおバカで愛嬌のあるキャラクターに声を当ててくださった高木さん、本当にありがとうございます。今後とも応援しております。そしてファイさんから見た奥安の魅力や好きなところも聞かせていただけると嬉しいですとのことです。ありがとうございます。まずね、1通目のあのメールでトニオさんのお料理何が食べたいですか。俺エビのさ、あのスープってあんじゃん、あのちょっとだいだい色っぽいやつ、ビスクみたいな、ビスク、あれ好きだね。あ、美味しいですよね、あ、そういう話じゃないの。あ、大丈夫ですよ架空のあの出てきた料理の中でまあでも限られてますから、まあ出てきた中だったら、あれ作ったことあります、モッツァレラチーズとトマトの、あれ美味しい、あれね、簡単に家で再現できますしね、そうだね。荒木先生の優しいところ、ちゃんとレシピも、とか、材料も書いてくれてるところがね、ありがたいですよね。俺前ラジオで言ったかもしれないけど、俺小野湯と一緒に食べに行ったのよ。あのコースイタリア料理そのまま、その食べられるところがあるんですね。食べられるお店があったの。いいな、プリンまで。プリンまで食べたっけな。いいな。作ってみたい気もするんですけれども、やっぱ自分で作るよりも誰かが作ってくれたやつとか食べてみたいから、私もそういうお店探してみます、だからその芝居になる前に、あ、そうなんですね、こういうお話があるからっていうんで二人で食べに、あ、素敵な関係ですね。いいなね、おのゆ、そう、でも私やっぱりそのもう料理ももちろん素晴らしいんですけど、お水一杯であんな食レポできんのすごすぎてなんかあのお水がものすごく飲みたくなっちゃいました、アルプスの雪解け水みたいな。すごいすごいよ、よくあんな比喩が出てくる例えが ね本当に素晴らしいです、私あの回だったら最後お掃除させられてるジョウスケくんがすごい可愛くて面白かったですね、なんでこんな目にってああいう終わり方するのが第4部のいいところですよね。なんかそうね、クスッと笑って、そうちょっとコメディータッチで笑えるところもあって、で三影さんのメールですね、声真似をされるお母様嬉しい。奥安の魅力とかね、好きなとこさっきもいっぱい語ったんですけれども、個人的に思うのがジョジョってどのシリーズでも一人こう奥安みたいな、その、コメディー枠みたいなキャラクターいるじゃないですか、第3部だったらポルナレフ、第5部だったらナランチャみたいな、なるほどね、で個人的にはストーンオーシャンだと FF そのフーファイターズが奥安っぽい枠なのかなって勝手に思ってるんですけど、そのストーンオーシャンご覧になって FF ってどうでした。 FF 緑の髪の、そうですそうです、あの子ね、はい、あの伊勢マリアね、そうです、いいよね。あれどう思いますか。あれはね、ちょっと待ってね、今思い出しながら喋るけどね、結構その初登場の時とかは、こうコップで水くらい飲めるよって言って、こう泥水をこうやってすすって飲んだりとか、めちゃくちゃ無邪気なところがあったじゃないですか、なるほど、今話が分かった、分かりました、なんかそういう無邪気さみたいなのが、奥安的な感じの役回りね、そこがすごくなんか魅力的だなって思ってますね、なんかやっぱ癒しですよね、こういうキャラクターの存在って、そうね、大事なキャラだよね、ね、あ、まだ行きたかったけれど
だもん。メールは以上。やばい。なんてこった。来週もやんなきゃ。そうですね。いやもう時間がいっぱいになっちゃったんだって。本当に。ライフンじゃあもう締めます。でもみんなのメールちゃんと読もうね。はい、ちゃんとこの後読みますので、ね、安心してください、うん、俺たち読むからね。はい、というわけで一旦このコーナー終わります。渡良さん、この後も引き続きお付き合いください。はい。高木渡る、破壊力 B、 スピード D。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはジョジョの奇妙な冒険との出会いにドラマあり、作品を知るきっかけとなったエピソードを紹介していきます。はい、じゃあ早速紹介します。スタンド名、豚の逆の鮭だぜ。うわっ。ジョジョを知ったきっかけ、意外、それはオクラスの食レポ。おお、兄が見ていたアニメを偶然一緒に見ていると、イタリア料理を食べに行く会で奥安のハーモニーつーんですか、味の調和つーんですか、例えるならサイモンとガーファンクルのデュエット、ウッチャに対するナンちゃん、高森麻生の原作に対する千葉哲也の明日のジョーつー感じっすよ。に大爆笑する私、それを面白がって何度も巻き戻し再生しまくる兄、1話を見るのに1時間以上かかりました。ギャグとハラハラするホラーチックなシーンの高低差に魅力を感じ、次の週から兄と一緒に4部アニメを視聴するようになりました。 ありがとうございます。どんどん面白くなっていくストーリーに、原作コミック買わずにはいられないとなり、ダイヤモンドは砕けないのアニメ放送中にファントムブラッドからダイヤモンドは砕けないまで購入し読破しました。すごい。癖になるつーか、一旦味わうと引きずり込まされる辛さつーか、気づいたらジョジョの世界観に夢中になりました。今も兄とアニメの感想を話したり楽しんでいますとのことです。素晴らしい、ありがとうございます。いやもうフルスロットルでやっていただきありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと途中からあのイヤホン外して、うん、目つぶって目の前に奥安くんがいると思いながらリアルな生声をに集中してました。そんな光栄ですよ、本当に。素晴らしいです。ありがとうございます。いやキレキレですね、このシーンね。もみんな大好きですからね。ねえ、本当に。いやこの回のアフレコってどうでした？もうこの回だけでもないけど、うん、とにかくねジョジョはねスタジオの中汗だらけ。みんながもうハイテンションだから、うんうん、当時はねまだコロナとかもなかったので全員で集合してやってたじゃないですか、うん、そう。であのスタジオにこう人数ずっ集まると結構の熱気になりそうじゃないですか、うん、ただでさえこう熱くなるのに、うん、さらにジョジョってなるとすごそうですね。いやだからさ、なんかこういうなんでいいドラマっていうのかな、うん、なんかアフレコやっててもさ途中で止めたくないじゃん。そうですね、止めるとなんかお話をさのリズムっていうのかな、うんうん、ドラマのリズムがさ、うん、俺で止めたくないっていうのがあるから、うん、もうとにかくとちらないように、うんうんうん、もう本番一発でいけるように、うん、だから緊張感はすごかったっすよ。そうなんですね、うん、こういうなんだろうなちょっと面白い、うんうんうん、おかしいシーンでも、うん、まあだからこそなのかな。確かに絶対最後まで止めないぞ、うん、みたいな。だってこのセリフ、この部分さっき読んでもらった部分以外でも、うん、その前のシーンからの振りでずっと繋がってるじゃないですか。そう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 、だから、うん、止めたくないなって気持ちはめちゃくちゃわかります、ね、うん、いや素晴らしい裏話も聞けました。多分でもみんなシリーズ皆さんそうなんじゃないの、ドラマチックだから。あみんな結構、まあ、確かにこう、あ、まあね、愛ちゃんはねもうコロナ入っちゃってたからか。まあそれでもやっぱりその自分がこうメインで喋らせていただいてるところとかは他のキャラとの掛け合いもあったので、うん、止めたくないみたいな、うんうん、あるんですけども、たまにこう感情がでっかくなりすぎちゃって、うん、うってなる時はあったんですけども、それも押し殺してやってました。なるほどね。そうなんですよ。いやー本当にね、めっちゃ私が感情でかくなったシーンがね、セカンドシーズンからまたいっぱい出てきますので、うんうん、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいです。いや、楽しみですね。はい、というわけでジョジョを知ったきっかけ、意外、それはでした。高木渡る、射程距離 B、 持久力持続力じゃあこれさ、これツッコミいいね。持続力 B。 スタ
カンドコーディネーター、イエーイかっこよく始まるんですからこれは皆さんのお悩みが解決するスタンドをコーディネートしていきます、ね、これまでもねゲストさんのお悩みいろいろ解決してきたんですけれども、うん、コーディネートはコーディネートってやるわけだ急に何ですかベタなやつをやってみました。今ダジャレか、ちょっと遅れてきちゃった、はい、あちょっとねあのゴールドエクスペリエンスで殴られちゃったんでね、全てのものがゆっくり見えちゃってね、すいませんすいません、わかるそういう気持ち、はい、はいはい、じゃあのズバリちょっと、うん、何やんのこれ、今日はあの渡るさんのお悩みをスタンドで解決したいなと思ってるので、俺の悩み、はい、なんか姿勢、ないよそんな悩み、そう見えますけれども、うん、いろんなね悩みがあってなんぼじゃないですか、うん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 、人間は、うん、で人間参加ですからこの作品は、あそうか、だからちょっと教えてくださいよ、うん、今ここで、ここでそれをどうすんの、それをだからスタンドで解決するって言ってるじゃないですか、あいちゃんが、はい、なんか 発言してくれんの、うん、だからこういうスタンドどうですかってご提案するんですよ、根掘り葉掘り聞いてんじゃねえぜ、根掘り葉掘りってよくそなんだもうやれやれだぜあそれ親父のはい、じゃあ言ってください、あのね俺ねでもね困ってることっていうか俺の多分性質なんだと思うけど、うん、俺 とにかく方向音痴なんだよね、あのなんかさ、あの飲みに行ってさ、はい、であのトイレ行って自分の部屋に戻ってこれなくなっちゃうぐらい、あのそれ第18回の時の川染彩子さんも方向音痴っていうお悩みだったんで、なんだと変えてもらっていいですかすいませんちょっと忖度していただいて、忖度そうなんね、うん、別の悩みでお願いします、彩子ちゃんの、彩子ちゃんどうだったのそれスタンド、それはハーミットパープルっていうスタンド、うん、あのあポッポポッポハトポッポって聞き返してたジョセフ・ジョースターのスタンドなんですけど、うんうんうん、それで、うん、あの燃焼の能力なので砂とかその辺の砂とかで燃焼して自分の今いる位置を地図にして出すみたいな、そうだ、はい、で渡さんのお悩みは、じゃああれは忘れ物をする、あよく物を忘れちゃうってことですか、物を忘れるっていうかね、うん、すぐ前のことを忘れちゃうのね、なるほど、だからあれメガネどこしまったっけとか、なるほど、あれ携帯どっかしまったよな、あどこしまったっけとか、うん、もう何も考えないで行動してるから直前のことを覚えてない、はあ。どうですかこれ直してくださいよ先生、わかりました、あちょっとね本当はね、うん、未来に出てくるスタンドを使いたいんですけれども、未来に出てくるじゃダメじゃないですか、第6部以降に出てくるやつを使いたいんですけれども、使えねえスタンドコーディネーターだな、なんてこと言うこの道具されが今あるやつだとこれがいいんじゃないかって思います、誰、えそんなのすぐわかんの、はい、わ、はい、かりました、いきますよ、本当にあなたの頭の中は発表させてもらっていいですかこの人の頭の中はどうなってんだ、高木渡さん、うん、あなたのスタンドはエニグマ、あ第4部からちょっと選ばせていただきました、エニグマはこれです、うん、この宮本照之介くんっていう人が、うんうん、あのスタンド使いなんですけれども、何でも紙に折りたたんで紙にして持ち歩くことができるんですよ、うんうん、ペーパーの方ですね、うんうん、でなんでかっていうと渡辺さんっていつもあのアフレコの時身一つで来るじゃないですか台本とボールペンと飲み物だけで来るから、うん、あの春夏秋冬いつでも身一つで来るからきっとなんかあんまり物を持たないかなと思って、あんまり物をいっぱい持ち歩くから逆に忘れちゃうんだなと思ったので、あのエニグマってこう紙なのでなんかこう畳んでポッケとかに入れとけば、うんうん、もう忘れないじゃないですか、うん、車も持ち歩けるんですよ、うん、車も紙の中にね、紙にできちゃうんです、駐車場ね、いらない、探さなくていいもんね、そうなんですよ、だから忘れ物もしないんですよ、いいだから全部紙にしてなんかアルバムかなんか作っといてポッケとかに入れとけば、うん、もうあのなんか忘れたと思ったらすぐ取り出せる、ぜひ使ってください、それちょっと忘れ物とどうだろうななんかいまいちなんだこの先生は説得力がねえな、ね、ちょっとなんか初めてダメちょっと名誉挽回でもう一個ください、ね、あじゃあ、うん、じゃあこれはどうだ、何ですか、あのいや俺ねよくあんじゃんのマーフィーの法則とか、はい、よりによって今かよとか、
はい、およりによって俺かよみたいなあるわけ。マーフィーの法則って知らない？聞いたことはあります。聞いたことある、はい、なんかさ、例えばさ、そうだな、今で言うとじゃあコンビニだったらさ、うん、電子マネーみたいなんじゃん、お財布携帯みたいな、はい、あそこさ表示しといて、うん、それでこうやって買い物して、うん、でレジの前に行ったらそれが消えちゃうとかさ、ね、出す前にうわもう今出してたのに今みたいなとか、なんか雨降っててさ軒下でさ、はい、でっかい雨粒がさ、はい、ポターンって落ちる時にちょうど俺が歩いてるところでポターンってもう目に入るぐらいな感じでピタッってさ、うん、ね、今かよおいみたいなもうちょっと前にならねえのかよとか、なるほど、そういう感じのタイミング悪いのよ、うーん、あなたみたいな、それなんとかしてくれよ。なります。ん、はい、うん、渡るさんに必要なのは覚悟です。 なんでそんなにすぐ分かるの？もうジョジョオタクなんで。いきますよ、すげえ、高木渡さん、今度こそ、うん、あなたのスタンドはエピタフ。エピタフはですね、第5部のラスボス、うん、ディアボロのスタンド能力、キングクリムゾンの、うんうん、なんかちょっとおまけというか、もう一個の別能力でエピタフっていう能力があるんですよ、うんうん、数十秒先の未来を予知する能力なんですよ。それいいね。そうなんです。だってあのその未来は絶対に変わらないんですよ。でもそれを知っているということが覚悟につながるじゃないですか、うんうん、覚悟があればねもうね大丈夫じゃないですか、うんうん、だからそれでなんで今ってことがまず根本的になくなるわけですよ。未来を予知するんだ。そうなんです。数十秒先の未来がもう、うん、映像として頭の中に流れてくるんですよ。どうですか、スターピルプラチナはそれ止めるんですよ。だからさ、こうやって落ちて、こう玉落ちて、雨粒落ちてきた時にスタープラチナ、まあそうできたらシュシュって、なんで文句ばっかり言うんですかこんなゲストさんいなかったですよ。じゃあスタープラチナでいただきます。そんなしかもスタープラチナザワールドの方です。時止めるの ザワールドの方ですね、うん、取られた、うん、嘘嘘、うん、もうそんなにもう考えてくれたのにいただきますよ。じゃあ未来エピタフの方で、エピタフで行く、はい、じゃあエピタフ使ってください。エピタフって言えばいいの？そうなりそうな時にみたいな、こうなんかレジの前でそのなんかお財布携帯がペッて消えちゃったらエピタフって言うの？いや消える前に見ないと意味ないじゃないまあちょっとね、レジの前で、はい、あのあんまりこのコーナーはですね、あの基本的にこじつけなので、うん、あんまりそうやって深く突っ込まれると弱っちゃうんでまあでもね、これからも良いスタンドライフを送ってください。というわけで、愛を倒す以上スタンドコーディネーターでした。ここにあった。高木渡る精密動作性F F はない、 E 成長性 D。 ここでお知らせです。原作角野光平、漫画カラスマタスクによるスピンオフ連載、ジョジョの奇妙な冒険クレイジーダイヤモンドの悪霊的失恋がウルトラジャンプにて好評連載中、待望のコミックス第1巻も発売中です。すごスターダストクルセイダースとダイヤモンドは砕けないの狭間を描くかつてない外伝、ジョジョ初のスピンオフコミックをお見逃しなく。これは見逃せねえぜ。次ですよ。俺かアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの展開に合わせて一番くじ第2弾、一番くじジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン The Way to Heaven が発売決定だってよ。なんだって空城ジョリンと空城ジョータロウに加え、今回はエンリコプッチ、ウェザーリポート、ナルシソアナスイ、エンポリオアルニーニョがマスターライズシリーズフィギュアになって勢ぞろいだって。さらにキャラクターや特徴的なモチーフをデザインした実用的なポーチやガラスプレートなどもラインナップ。一番くじジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン The Way to Heaven は2022年12月上旬発売予定。キャホーほほ今写真が手元にございますが、え、なんの？これだ。そう、めっちゃかっこいい。これすごいね。最高です、本当に。この再現率がさ、そうそう、うわすごいね。特にプッチ神父のこの ローブっていうんですか、あのうん、なんか服のシワの感じとか、ほんとめっちゃスタイルよ。
何て言ったらいいの、この人だって男でセクシーだよね、このめちゃくちゃセクシーですね。エンポリオって何気にデフォルメ以外でこうフィギュア化されるのって初めてなんじゃないか、私の体感ではそんな感じなんですけど、あとラストワンショーもね、この親子が ね、いいですね。いいじゃないですかこの2人、しかも2人ともですからセットってことですよね。たまらん、これは絶対に手に入れなければならない世界だ。本当だ、俺は欲しいね、欲しい。そしてテレビアニメジョジョの奇妙な冒険黄金の風より、うん、ネンドロイドジョルノジョバーナブローノブチャラティの再販が好評予約受付中です。メディコスエンターテイメントのジョジョシリーズのグッズや、うん、フィギュアの新作情報などはツイッターにて随時更新中です。更新先日のワンダーフェスティバル2022夏にて発表された新作情報も随時公開予定です。お楽しみに、うん、はいはい。アニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンとスイーツパラダイスのコラボが決定。ブラボー。イエー。9月1日から池袋店を皮切りに全国対象店舗を巡回します。今回のコラボではアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの物語を追体験していただける各キャラクターのイメージコラボメニューを提供する。その他にグッズの先行販売もするんだって。なんだって。グッズ情報は明日8月5日18時頃公開予定、うん、新規書き下ろしイラストを使用した新商品ぜひチェックしてください。お願いします。アニメ音楽誌リスアニがジョジョアニメ、なんだってもう一回頭から言えばそのつもりですよアニメ音楽誌リスアニがジョジョアニメを一冊丸ごと大特集。やだリスアニジアナじゃないリスアニジョジョの奇妙な冒険時アニメーション音楽大全が8月18日木曜日に発売決定。歴代主題歌シンガー作曲家陣への膨大なインタビューやスタッフキャストが明かす制作の裏話などアニメジョジョとその音楽が刻んできた10年の足跡をあらゆる側面で振り返ることができる豪華な内容となっています。これは面白そう。表紙は新書き下ろしイラストの空城ジョリン&空城ジョータロウ。関東特集企画では私ファイルズアイと小野大輔さんがジョジョの音楽と魅力をたっぷり語っています。いやこれ中身こそう、そうなんです、写真もありますよ。現在全国の書店オンラインストアにて予約を受付中です。これ本当に写真がマジですごいんで、本当ぜひ手に取ってほしいです。これ対談してんでしょ。対談もしてますし、なんかちょっと2人ともキャラクターや作品をイメージした衣装を着て一緒に親子で写ってるのでぜひこれ楽しみだね、見てほしいです。お願いします。はい、8月10日水曜日よりいよいよジョジョワールド2が開幕。今回はストーンオーシャンのアトラクションディスクを届けるサベージガーデン、何ですかサベージガーデン作戦、頭から読むんじゃないんですかさあ行くよ。8月10日水曜日よりいよいよジョジョワールド2が開幕。今回はストーンオーシャンのアトラクションディスクを届けろサベージガーデン作戦が登場します。プレイヤーは空城ジョリーンとなってウェザーリポートと一緒にサベージガーデン作戦に挑戦。これハラハラしたね。面白かったですね。ストーンオーシャンのストーリーを追体験しながら複数のゲームに挑戦していただく体験型アトラクションだってまたダイヤモンドは砕けないからはM 県 S 市森尾町奇妙な観光ツアーが登場。何すんだこれ、森尾町で起こったさまざまな出来事を観光ツアーとして振り返っていくアトラクションだって。ジョースケや奥安たちと一緒に、森尾町を観光してみてくださいって書いてありますここに途中からだってって本当に奥安が読んでるみたいに東京会場のチケットは現在発売中、詳細はジョジョワールド2公式サイトへ。はい。その他アニメジョジョの奇妙な冒険のグッズ情報はジョジョの奇妙な冒険公式ポータルサイトをご覧ください。はい。アニメーションシリーズが一堂に会する初の展示会、ジョジョの奇妙な冒険アニメ10周年記念展の開幕まで残り6日となりました。6日だよ。東京会場は8月10日水曜日から9月4日日曜日まで池袋のサンシャインシティ展示ホール C で開催予定です。現在チケット絶賛発売中ですのでぜひこの機会にご来場ください。かわいい。
まなきゃ。うん、会場内でのチケット販売はございませんので、入場前までに必ずローソンチケットでご購入をお願いいたします。そうなんだ。うん、また開幕前日の8月9日火曜日に行われるプレミアム内覧会では、スペシャルゲストとしてジョナサン・ジョースター役の沖津和幸さん、ほうほう、そして私空城ジョリン役のファイルーズアイがトークショーに登壇します。おお、これまた楽しみに。楽しみ。詳しくは公式サイトをチェックしてください。はい、ちなみにあの本日ね、あの、うん、公式ツイッターの方でもあのカウントダウン文字みたいな書かせていただいたので、うん、はい、ぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。沖津くんとのまたねえ、トークは楽しそう。熱そう、楽しみです。うん、そしてジョジョの奇妙な冒険アニメーションシリーズ10周年を記念したセレクション上映イベントの開催が決定。ジョジョの奇妙な冒険アニメ10周年記念上映イベントと題し、ファントムブラッドからストーンオーシャンまでの各シリーズよりえりすぐりのエピソードを上映。何をするんだ、ね、何を上映するんだろう、うん、上映後にはスペシャルゲストによるトークパートも実施します。うん、第1回目はファントムブラッド会、8月21日日曜日18時よりグランドシネマサンシャイン池袋にて開催。うん、ジョナサン・ジョースター役の沖津和幸さん、岩波義和音響監督が上映後に登壇いたしますって。うわー、震えるぞハート。すげえな。8月5日金曜日11時から8月11日木曜11時までの期間、チケットピアにてプレリザーブを受け付けますのでお見逃しなく。燃え尽きるほどヒート。いえ、アニメーションシリーズの奇跡を大迫力のスクリーンと音響でお楽しみください。詳しくはジョジョの奇妙な冒険 G アニメーション10周年記念プロジェクト公式サイトをご確認ください。最後にアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャン第13話から第24話はネットフリックスにて2022年9月1日より全世界独占先行配信します。これ楽しみだ。うん、2022年10月7日より東京 MX は毎週金曜日24時30分から、うん、MBS は毎週金曜日26時55分から、 BS11 は毎週金曜日24時30分から、 ABEMA は毎週金曜日24時30分から、アニマックスでは10月8日より毎週土曜日21時30分から放送開始予定となります。第1話から第12話はネットフリックスほか各配信サイトにて好評配信中です。以上、おお、お届けしてきましたジョジョの奇妙な冒険オラオラジオ S エンディングです。はい、まずはあの高木渡さんの基本能力振り返っていきましょう。うん、はい、なんて言ったかな俺。いや、もうなんか途中でねつぼっちゃってね、なんか笑っちゃったよな。そう、これは何、これは何って私が聞いてるんですよ。うん、ジョジョのジョジョのこれ前にやったの、はい、これそう前にやったやつが、ダイヤモンドは砕けないの時に、そうそう、破壊力 B、 スピード D、 射程距離 C、 持続力 D、 精密動作性 E、 成長性 A で、今回が、うん、まずあの破壊力 B、 スピード D、 D っていうのはどういうことですか。うん、破壊力ぐらいしかないでしょ、中身ないからね。いや、だったら A とかにしてほしい。もうすごい、あ、じゃあこれ A にしとこうか。 A にしましょうね。うん、じゃあ破壊力 A にしとこうか。今日のパンチすごかったですもん。あ、うん、スピードはじゃあ D じゃないけど C にしとこうか。今超えるんですか。自由すぎる。ねえ、はい、射程距離はどう？俺射程距離って何なの？あ、でもなんかその、うん、渡るさんがこうスタジオ入ってくると、どんなに仕切りとかがあるスタジオでも、うん、あ、なんか渡るさんの声聞こえるなみたいな、うん、入ってきてるなみたいな分かるんで、うん、射程距離 A にしちゃいますか。あ、射程距離 A かな、うん、じゃあ A ですね、うん、B じゃないよね。みんなを笑顔にしてくれるから、うん、あ、そう、嬉しいね、うん、これ持続力 B、 あ、でもなんかちょっと目離すと集中力が切れることが今日のラジオで何回かあったんで、うん、あ、なるほど、 B じゃない、 C だな、じゃあ C ですね、これは、これは C だな、うん、ね、精密動作性ってなんだこれ、なんか細かい作業とか、うんうん、そういうのがいいってなってるんですけど、苦手なんですか。これは F でしょ、やっぱり F はないんですか。ないのか。いいね、うん、でも機密動作性欲しいからね。精密動作性。そういうところがさ、精密じゃないんだよ。そっか、じゃあいいですね、うん、じゃこれは E にしとこうか、うん、いいですね、うん、これの別にあのさっき言ったやつを修正するコーナーじゃないんですよね。成長性ってなんだ。俺成長性はこれから、うん、あの伸びしろがあるかどうか。伸びしろどうある。俺もう私なんかもう渡るさんはもう渡るさんとして、なんだろう、ブランドとして確立されてるんですけれども、うん、でもお話しすればするほど、うん、あの本当になんかどん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 でもね、年取ってきてね、もう鈍くなったよ、うん、
よもう。いやいや、でもなんかやっぱりいつでも元気でいらっしゃるから、うん、本当、うん、やっぱり衰えは一切感じないので。あ、じゃあこれ B にしとこうよ。 B?、うん、B にしちゃいますか。成長したいもんね。うん、ですよですよ、うん、いやすごい、精密動作性以外全部変わりました。ありがとう。そこがね、渡るさんらしくて素敵なところです。もう今スタッフさん大笑わ、はい、本当ですよ。まあこのまま行きましょう。全部変えちゃったもん。そうですよ、うん、本当にフリーでもうすごくいいです、うん、はい。ストーンフリーより自由でした。はい、ストーンフリー。いや私のじゃあハンド。おお、お返ししちゃった。はい、ラオラジオ S、次の第23回はですね、再来週の8月18日更新です。はい、次回はですね、黄金の風よりレオーネアバキオ役の諏訪部純一さんが来てくれます。諏訪部かアバキオ、諏訪部か、俺も行く、行くんだよ諏訪部か。待ってるよ。諏訪部さんへのメールお待ちしております。はい、というわけで、うん、お相手は空城ジョリン役ファイユーザイと西村クヤス役高木渡部でした。 To be continue。 この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りしました。